その程度なら。邪魔するなら分かるのだね。くらいなさい、消えなさい。いっけ、消えなさい。よーし、とじゃん、ほいと、絶好のチャンスだ。じゃん、ほいほい、じゃん、ほいと、と、それそれ、どうし、私ほっとぶとぶほっ。元の時代に戻るわよ。決まったわね。こっちに気づく前に終わらせるわ。いっけ、はあ、私に任せて。とうほいジャンプ、とうジャンプ、ジャンプほいジャンプほいジャンプほい、とうジャンプ、ジャンプほいほいジャンプほい、とうとうほいジャンプほい、とうジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプほいジャンプ、あったれーほい、絶好のチャンスだね。あ、これで終わり、消えなさい。いっけ、そこ、よしやるよ。楽勝楽勝、新たな力を。ありがとう。戦闘開始だよ。いつでも行けるわ。油断しないで。殺した、闇に沈め。よしやるよ。あ、とどめ。この程度なら。だってどうしたものかしらね。私
すことな、そんな邪険にしなくたっていいから。な、何よ、ふてくされたってダメなんだから。こっちはあんたなんかの相手してる暇はないの。え、そんなに嫌がらなくたって。じゃ、泣いてない。泣いてるわよ。あんまりいじめないでくれる？フォローするのも大変なのよ。いじめてないわよ。泣かした、泣かした、サタンが泣かした。だから何もしてないってば。ネプコ、あんたどっから湧いてきたの？いや、通りかかったら面白そうな雰囲気だったからつい。いいの？あなた逃げ回ってる最中でしょ。危険は承知の上だよ。じゃあ待ってね。はあ、あんた今の一言のためだけにわざ、待ちなさい。はいはい、ストップ。あなたはなんああもう、本当に？本当よ。だから半べそ書きながら強がってるんじゃないわよ。半べそなんか書いてないし。そのやりとりはもういいから。そうだ、あなたにも一応聞いておきたいんだ。大きな異変？ここ最近どころかここしばらくずっとないと思うけど。まあ私一応この世界を守ってる存在なのよ。そんなことが起きてたらごもっともだわ。ネプコの話を合わせても待ちってことは、ここよりもずっと遠くか、それとももっと後ってことかな。何ひそひそ話してるのよ。こっちの話よ。別にお礼を言われるようなこと。感謝してるならもう邪魔しないでよね。それとこれとは関係ないよ。もちろんよ、余計な手も口も出さないから。絶対よ。いや、はいはい。さて、しばらくこっちで何か起きるのを待つか。ごめんごめん。いきなり何するの？ああでもしないと。余計なことって何？私は無駄な争いをやめさせようと。すっかり忘れてるみたいだけど。忘れてないよ、バッチリ覚えてるよ。過去の時代に介入なんてしたら私たちの時代がどうなるか分からん。でも、ほら、祖父の結婚相手が変わっても孫は変わらず生まれてくる。それ最初に孫が嘘ついてたとか諸説あるみたいよ。とにかくダメだよ。だったら余計なことはしないで。返事は？元の時代に戻るわよ。どこに行こうかしらね。元の時代に戻るわよ。
ましょう。ここに決まりね。やるわね。私の背後を取るなんて。だね。いつでも行けるわ。もらったわ。ごめんなさい。少しお説教したらへそ曲げちゃって。そうなの？ってこんな目で見られたら。ほらちょっと質問。何？どうしてあの子と戦おうとするの？だから別に嫌いじゃないわよ。ちょっとおバカさんでかなりうるさいなとは思ってるけど。それ十分嫌ってるんじゃない？嫌ってないならどうして戦おうと。理由の一つは、まあ先代からの言い伝えっていうか。言い伝え？ざっくり言うと、女神は倒さないといけない、そうしないと必ず災いが起こるって感じね。君の先代ってメガドライブだよね。あ、なんで知ってるの？なんであの子は。そこまでは知って。でも実際今の世の中ってゲームが普及してる割には妙にギスギスしてるし、あながち外れてもいないのかな。言い伝えを守るためだけに戦うなんて律儀な性格してるのね。もちろんそれだけじゃなくて、どっちが上かはっきりさ。あの子生意気だし、自分が主人公だ。やっぱり嫌い。嫌ってないってことは別に、ぶっ殺してみじん切りにしてやろうとか、女神だけじゃなくて痕跡すら残さず燃やし尽くしてやろうとか。当たり前でしょ。私を何だと思ってるのよ。そっか。って見ず知らずの人たちに話すことじゃなかったわよね。もう話は済んだわよね。ええ、少しは。別に最初から安心してるし。あっそう。今のがサターンの本心だとしたら、どうしてこの時代の後さらに争いが激しくなっていくの？それはきっと女神ってあれよ。そうだね。それに先代のメガドライブだっけ？どうしてわざわざ争いになるような言い伝えを残したのかしら。